We are どうもバイユンです、うん、はい、ということで早速今日も撮っていきたいんですけども、はい、TikTok といえばね、美女とうまい飯っていうこのね、二大巨頭があるわけですよ。私のことですか？あなたは次女。あ、なんでだよこんなに純粋潔白な女の子いないよ、なかなかこの年で。そうですね、やっぱ白のニット着てる女は大体エロいですからね。おお、どんな偏見だよはい、ということでやっぱ TikTok なんですけどもね、この見てるとね、本当にね、うまそうな、なんていうの、素人の方が作ったオリジナルレシピみたいなの結構流れてくるでしょ、うんうん、で、中にはもう何百万何千万再生とか言って、もいわゆるバズレシピみたいになっていくわけですよ、うん、そういう料理が TikTok にはいっぱいあるけど、実際にね、本当にうまいのかってね、これ試してみなきゃわかんねえぞと、うん、いうことで TikTok でバズったご飯を僕らは YouTube で実際に作って食べてみようじゃないかと、そういう企画でございます。その名も今月の TikTok バズレシピ。えい、やっぱね、 TikTok で、うん、あの流れてくるね、料理、うん、手軽に作れそうなのに、ね、めちゃめちゃジャンキーで飯テロなんだよね。そう、30秒ぐらいで作ってるじゃん。そう、本当にそんなにパンパンできると思って、うん、これで1時間ぐらいかかってたら、うん、もう作る価値ないですパパパパンと作れる、うん、はい、なので今日はね、3品ぐらいパパパパンとね、ご紹介していきたいと思います。それでは作っていこう。レッツはい、はい、ということでキッチン来ました。ということでですね、うん、まず1品目、うん、早速なんですけども、うん、肉巻きみたらし団子作っていきたいと思います。出ました、肉巻きみたらし団子、本当に美味しそう、うん、しょっぱいのと甘いのが合うのかっていう、うん、あ、まあでも世の中には3つの巻きがあるって言いますからね。これ肉巻き、腹巻き、おで、あの最後マキロこの3つがあれば男は落とせるってね。ゴミにマキじゃないじゃん、マキロン消毒してほしいってか、あんたの傷ついた心、心の傷にマキロン癒してあげる。乳首に絆創膏を貼って夜中に来て、シンプルキモいどうしたらそんな発想が出るの、あなた。マキロンといえば絆創膏やろ。そんな私が癒してあげるって言われたら、そんな絆創膏貼ってくればええやんってなるやん。じゃあ早速、はい、作っていきましょう。材料はこちら。なんとみたらし団子、バラ肉、そして塩コショウだけでできるというね。はい、簡単、お手軽。あと必要なのはね、綺麗な手と料理上手な彼女ということで、私やらせていただきます。お願いします、はい、ねえねえ、今日さ、うん、君が好きな肉巻きみたらし団子作ろうと思うんだけど。あー、初めて聞いたわ何それ、美味しいの？え、君好きって言ってたじゃん。え、違うよ、好きって聞いたんだよ。あ、聞いてくれてたんだ。ああ、好きの続きは、え、好き？俺嫌いなんだけど、だったんだけどじゃあこれは全部ゴミにしてます。はい、ダメです、豚さんに謝罪謝罪シェイシェイ、ごめんね。はい、4個作るね。はい、テリ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 の照り焼きバーガーに、これをこう巻くだけ。おお、え、これだけ？これだけで、塩コショウ振って焼くだけ。そうやん、めっちゃ簡単じゃん。これ考えた人天才じゃない？天才。いや、これ美味しかったらですよ。巻き終わりました。はい、巻き終わりました。これに塩コショウを振って、ほう、ほら、見て、焼き鳥屋さんで焼き鳥屋やん。はい、はい、やっぱね、バンビ君も私も濃い味が好きなので、うん、相手の好みに合わせた味付けをするっていうのも料理上手になるための近道です。じゃあ僕、みたらし団子よりずんだ餅の方が好みなんですけど。お、じゃあもうこれ捨てるよ。お、捨てるぞ。おいおいおい、団子屋さんに謝れ。お、団子屋さん、ごめんね何これ何これ、捨てげこの巻き終わりの方から焼いた方がいいと思います、うん、崩れちゃうんでね。いきます。はい、うん、え、めっちゃ美味しそうなんだけど。うわ、うまそう、普通に美味しそう。さあ、果たしてどんな味になるんでしょうか。見当がつきませんね。いい音だこと。大丈夫これ。それではもうひっくり返します。はい、せーの、わー、わー、焼き目、飯テロ、めっちゃ美味しそう。うわ、飯のテロテロやんこれ。ということで完成です。お上がりよ。
うましかて。いただきます。うますぎる。めっちゃ美味しい。あの熱でさ、みたらし団子もトロットロにもちもちになってんだよね。つきたてのお餅みたい。うん、マジうま。甘辛さがちょうどいいね。うん、確かに塩こそちょっと白めの方が、うん、めっちゃ美味しい。これ何これ。これはバズるわ、うん、これ子供も好きそうだね、うん、子供が好きそうを超えて子供作りたくなるわもうこれこれでそういう、うん、欲が湧くってこと。湧きます。これはマジでおすすめ。皆さんもね、うん、これは作った方がいい。簡単。バズれる新認定です。何様なのうちらさあ続いてのバズレシピはこちら。なんと使うのはマグロのたたき一つでございます。おじゃるクッキングようこそ。今回料理人を務めさせていただきます、おじゃる丸です。そのまんまじゃん。まずはこちらの、マグトロですね。マグトロでもこれネギトロ焼きなのにネギ入ってないよ。そう、ネギトロってネギ入ってないんだよ。え、嘘やん。こんなに贅沢にネギトロあったこと食べたことある？ない。ないよね。でもなんかいっぱいあるとさ、うん、ちょっと食欲が分かるね。あー、分かるよ。お寿司屋さんで食べるあの少量だから食べたいってなるけど、まあ美人は3日で飽きるっつうことやな。でもユンちゃんともう組んで3年か。おー、どういう意味だよ。あ、飽きてないな別にどういう意味。その後の一言でね、このカメラを落とすか落とさないかが決まります。あ、美人は3日で飽きないね。あれは嘘。あれは嘘です。なぜなら。なぜならユンちゃんが美人だからです。はい、よくできました。はい、えらい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 。あとで10万円振り込んでくださいそしたらお嫁さん、こちら来ていただいて。はい、今から見せ場だからね、マグロの解体ショーみたいなもんでね、こっからは見せ場ってね、バカ野郎ってね。はい、大将、お願いします。こっからね、ワッフルメーカーこれ開いちゃってね、チンチンってチンチン言って持ってるけども、チン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 言って持ったらね、こちらの、マグロ漁船をね、ちょっと丸くしちゃおうかなんつってね、はい、これでここに乗せちゃいます。おお、こんな感じ、ハンバーグみたいな。そうなるんや。これも、はい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 、ある程度綺麗にしたら、これもドドン、ズドン。おお、ジュージュー言ってる。ジュージュー、ゆとり漫画な。作り始めてから、15秒が経ちましたということで、もうこれね、本当に30秒から1分ぐらい、軽く焼き目がついたらもう開けちゃって。もういいの。あ、もうちょっとだね。あと20秒だけ待ってくんね。懐かしいですね、ワッフルメーカー。何の思い出がありますか。ワッフルメーカーはね、あの約束を破って小学生の時の友達の手をガーン！わーってやってはないんですけど。やってないんかい。うん、やってはないんですけども、ゆんちゃんとおにぎりを入れてね、うん、前かし企画やりましたね。そう、よかった、うん、もうちょっとどうしよう。もうちょっとだよ、覗かないでそんなに。あんた炊飯器ちょいちょい覗くタイプでしょ。覗くタイプ。あと女の子のお風呂覗くタイプチンジャオロースからピーマン覗くタイプ。ああ、ジュージュー言ってる。あ、ジュージュー言ってばんだな。ジュージュー言い始めたら、はい、ジュージュー言い始めたら完成でいいでしょう。はい、それでは3、2、1でオープンいたします。3。おー、ちょうどチンチンチン、ゆうとり漫画の。わお、すごい、見て、ネギトロワッフルでんがな。どれに盛ろっかな。映えなお皿。くっそ。おユンちゃんが今とんでもないこと言ってた。カメラ回ってた。カメラ回ってた。今がくっさって言いました皆さん。これがええやろ、魚介のうまみやろがええ。うわ、すごい、これ、ほら、わーお。パン、パン、パン。もうやだ、怖くなった。もうやだ、ガスバーナー破裂したかと思った。もう家やりたくない、あんたやって。怖かった、心臓キッてなって。じゃあ俺がやるよ、しょうがねえな。最後ね、ちょっとガスバーナーでね、美味しくちょっと焼き目をつけていこうかなと。ということで完成です。うましかて。こいつに何をかけるかって、それはネギトロと言ったら醤油でしょうよ、つってね奥さん。はい、
お醤油です。お醤油をね、チラ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 と垂らしていきます。結構弾力ある。わお、中までハンバーグみたい。ね、絶対にピント合わせない。カメラ対絶対にピント合わせる俺が勝った。せーの。え、これトロ、めちゃめちゃハンバーグなんだけど、めちゃめちゃお肉みたい。ヘルシーのハンバーグみたいな味する。え、これダイエットめっちゃいい、ね、え、待って、これさ普通にさ、うん、デミグラスソースとかでもうまいくね。これは美味しいわ。これはこれで美味しい。だってこれさ、味付けお醤油だけでしょ、ね、なのになんかいろんな出汁が入ったハンバーグみたいな、うん、味わい深いです。これだからあれよ、うん、旦那さんが帰ってくるまであと10分しかない。これ作って待っててみ、うんうん、ありがとう言われるよ。あ、待って、うん、おろしポン酢ソースだ。美味しい、絶対合う。ということでこちらバズレシピ認定でよろしいでしょうか。これは、うん、バズレシピ認定です。認定です。うちら誰だから。それでは最後の一品はカルボ飯です。カルボ飯、カルボナーラ飯ということですか。そういうこと。うまそうすぎるな。おい、カルボにはうるさいよ俺は。それでは早速やっていきます。まず卵を3つ。卵を3つ。何個。お、出ました、はい、ユンシ秘伝の、はい、玉割り、片手玉割り、卵の黄身も割れております。これじゃ意味ないですね。はい、持ちます。おい、混ぜるときまして、卵入れたら卵と同じ分量をスライスチーズを入れていきます。なのでこの場合卵3つ使ったので3枚のスライスチーズを使います。ほう、これをもうざっくり、やっぱ急いでるんでざっくりパラパラざっくり切ってぶち込むと。はい、ぶち込みます。こんなんでいいみたい。こちら卵液は完成ですね。ほい、あとはやっぱどこ取ってたの今。え、勘違いやめて。モニター見たら変なとこ取ってた。お前電車の吊り革でちょっと手当たっただけで痴漢っていうタイプやん。正解。そしたらやっぱカルボナーラといえばこちらのブロックベーコンですね。はい、ブロックベーコン、ブロベー。はい、ブロベーをざっくり厚めに切っていきます。おお、厚いね。厚すぎるんじゃないの。スパムぐらいあるけど。あれ、これをさらに半分。こんぐらい。はいはい。そしたらこちらにいらして、フライパンに油をひいてベーコンを焼いていきます。いきます。オニオン。油がすごい。ベーコン油入れなくていいんだよ。そうなの。さあ、熱い、助けて。俺怒ってるよ、ベーコンが。あっちぃ、あっちぃ。飛んできた。やらかした。あ、見て、ほら、こんがり。あら、もうすでに美味しそうですね。キッチンの床が家系ラーメンの店内の床みたいになっとるよ。どうしよう。はい、ちょっとね、これね、こいつとんでもね、バケモンですわ。あ、素人に危ねえから俺が言ってますわ。暴れん坊将軍でした。暴れん坊将軍、暴れん坊将軍。そうしましたら、お肉に焼き目がついたらこちら、チーズ入り卵ぶち込んでいきます。こっからが時間の勝負です。はい、もうおしまい。これぐらいです。おしまい。はい、おしまい。半トロにしたらこちら、こちらもかけてあげるだけです。うー、パッてかけてあげて、塩コショウをかけて、そして最後にこちら乾燥パセリを乗せたら、はい、完成です。バンユンの赤ルーボイシュ、うわ、マジか。これがカルボナーラになるのかっていう話だけどね。ね、本当にカルボナーラ、はい、せーの。カルボナーラやないかい。うまい、うまい。バンコクさん、うまい。絶対味わからんと言ってるでしょ。確かにカルボナーラと言われればカルボナーラだわ。うん、いただきます。うん、カルボじゃない、カルボナーラだ、ね、カルボナーラの味ならないやろと思ってたけど、カルボナーラ。本当だ、噛めば噛むほどあるカルボナーラ。うんうん、あのさ、黒胡椒かけたい。確かに、よりカルボさを出すために胡椒かけます。カルボナーラだ。ブラックペッパーじゃん、もう完全にカルボ、ね、
うん、うまっ。これは確かにうまいな。これも簡単に真似できるからいいな、これ。ということで、ゆうさん、はい、こちらのカルボ飯、バズレシ認定できますでしょうか。こちらのカルボ飯は、バズレシピ認定です。おめでとうございます。バズレシピ認定です。ダブルグッジョブ。いや、どれも本当に美味しい、うん、簡単だし美味しい。制作時間ね、大体5分、どれも、うんうん、ということで、こちらのバズレシピね、みんな、ね、もっと見たい、知りたいという意見があったらね、これちょっとね、あの毎月の恒例企画にしていこうかなと思っています。バズレシピあったらね、どんどん、僕らの Twitter の DM とかに送ってくれたら嬉しいです。それでは次の TikTok 飯で会いましょう。バイチャー。フィリピンでカルボってどういう意味か知ってる？ハゲ。それこハゲです。これ毎日食ったら確かにハゲそうだ。